吉川渡は、東京都出身のオートバイレーサー。1994年と1999年の全日本ロードレース選手権、スーパーバイククラスチャンピオン。現在は、ヤマハのロードレース世界選手権、モートジッピークラス用、マシン、イザー M1 の開発ライダーを務める。またモートジッピーのテレビ中継に時折、ゲスト解説者として出演している。 1990年に国内 AQSP750 チャンピオンを獲得すると国際 A 級に昇格し、翌1991年から全日本ロードレース選手権 TTF1 クラスにフル参戦を開始。当初から一貫してヤマハのマシンに乗り続け TTF1 クラスがスーパーバイククラスに改編された1994年に初のチャンピオンを獲得した。 1996年シーズンは全日本を離れて、スーパーバイク世界選手権にフル参戦し、ヤマハ勢としては、コーリン・エドワーズに次ぐ2番手となるシリーズランキング9位の成績を残した。翌1997年より全日本に復帰し、1999年には2度目のシリーズチャンピオンに輝いた。 鈴鹿8時間耐久ロードレースには1991年から2005年まで15年連続で出場を果たし、中富新一とペアを組み、イズフ R1 を買った2003年にベストリザルトとなる2位表彰台を獲得した。2015年からはワークスチームとして鈴鹿8体に復帰したヤマハファクトリーレーシングチームの監督を務め、同年と 翌2016年にチームを優勝に導いた。現在は、ヤマハのロードレース世界選手権、モートジッピークラス用、マシン、イザー M1 の開発ライダーを務めており、同クラス初年度となった2002年シーズンの第13戦、パシフィック GP では、ワイルドカード枠で実戦デビューし、12位で完走を果たした。2010年シーズンには、第4戦イタリア GP で、 蛍骨解放骨折の重傷を負い長期、欠場することになったバレンティーノロッシュの代役として、フィアットヤマハチームより第7戦カタルーニア GP に出場し15位となる。なお、当初3戦の出場予定であったが、ロッシュの回復が早まったため第7戦のみとなった。シーズン別シーズン別。ありがとうございます。